この部分ですね、この部分を一部壊しまして、この溝1に取り付く形で西側に伸びる渋み溝の2というものが確認されております。で、今回の調査ではですね、この渋み溝の耳がですね、この先の西端までずっと続いているということが確認されました。この渋み溝なんですけれども、少し見にくいです。こう焼けた土がですね、たくさんで、整地されて出てたんですけども、そういう戊辰戦争で焼けた建物なんかの瓦をですね、捨てたんじゃないかなと思うんですけど。戊辰戦争の、大阪で焼けた時ではないですね。違います、はい。戊辰戦争で焼けた時ですね。いろいろ焼けたから、そうなんや。ちょっとこう玉砂利がこう伸びてますけども、こう斜め方向に敷かれてるんですよね。それ向こう側はね、ちょっと瓦の細かいのをね、また敷いたような感じになって、玉砂利はどの天守閣、豊臣天守閣、いや、徳川、時代はもう徳川の時代なんで、幕末近い頃やと思うんですけどね、この玉砂利は。豊臣時代というのは向こう側なんですか？豊臣時代はね、向こう側のちょっと外の方から見てもらわないといけないんですけど、前にも公開してましたけども、石垣の出窓みたいなところの、あそこから見れる部分、掘ってます、いや今回は掘ってないんで、変わってないです、あそこは。それが豊臣時代、それは豊臣時代で、ここなんかでもまだ数メートル下でないと豊臣時代になりませんので、かなり、ね、埋めたい、ここら辺はもうかなり埋めてますんでね。